はい、おはようございます。チレット申します。はい、今回も来ました、例の企画が。いや、来ましたよ、今回も例の企画、あのバズりにバズりしました。そう、もう一回言います、バズりにバズりしました。いや、この企画は来ました。前回はね、本当にバズりにバズり、いろんなスキャマットの皆様にいろいろな反響などをいただきまして、まあね、ありがとうございますということで、はい、まずお礼の方をね、申し上げたいと思います。今回も来ました、スキャバト新2弾の開幕でございますよ。いや、来たね。来ちゃったね。いや、もう2ヶ月経っちゃったか。ちゃんと2ヶ月スパンで来るあたりね。しっかりしてますよ。はい、というわけで今回のね、目玉といえば、まあ皆さんがね、絶対にまず一目置いてしまうといえば、もうこちらダークドレアムじゃないですか。まあ今回もね、弾こうと思います。弾こうと思います。じゃあまず一応また今回もね、いくつかちょっと考えてあるんで、あの今までのこの前のやつもやっぱり含まれて、やっぱり反省もありますんで、そのね、今回の改善点ポイントをね、2つほど言っていきたいと思います。まあやっぱりね、僕オタクのおじさん不可避なんですよ。あのやっぱりもうこの顔とかの関係上、やっぱりオタクのおじさんは不可避なんですよ。なのでこちら今回はですね、わかんないかな、こちら僕としては初めてのね、黒いジーパンを買いました。黒いジーパンを買いました、僕としては初の、8000円ですねこちら。安いもんだなぁ。ゾーマに比べれば安いですよ。ゾーマに比べればね、8000のジーパンなんて安いですよ。33,500円のゾーマに比べればね。はい、ということでこのジーパンと、前回ね、あの物議を醸したあの竜のね、パーカーをね、着ていこうかなと思ってます。前回ですね、3万円して足らなかったわけですよ。なので、まあ、とりあえずですね、まずこちらまだね、こんだけなんですけど、まあもちろんね、あの平日とか行く前とかに、あのこれから両替してい、くんですけども、こちらね、この形で銀行で両替して使っていく100円と、今回ね、まあ、追加の軍資金、まあ3万じゃ足らなかったよということでね、まああのね、ざっと、わかるかな、ざっと5万で、5万です、これ。まあ5万もありゃね、出ないなんてことは言わせませんよ。つまり、私今この財布の中に6万持ってることになりますね、はい。前回の倍ですね。で、目標、なんで、ストップするところは、究極限が出たらストップ、ということにしています。まあ僕の運で、そんなすぐに100円200円で、皆さんのように100円200円でダークドリアムが出ることは僕は絶対ありえませんので、はい、もしそんなすぐ出てしまったらもう1枚出すわ。じゃあね、どんだけ出るのかっていうところはね、もし出なく、あのゾーマの時みたいになったら1枚出るまで、もし仮にすぐ出てしまったら、そこからいくらで出るのかを皆さんやっぱ気になると思うんで、検証したいなと思ってます。じゃあね、現場と、あ現場とね、その日になるまで吹き飛ばす。任せい、行くぜお前ら、桜とは違うところで見せてやるよ。さあ、じゃあ行きますか。まず1万からね、行きまーす。あらもう、はい、まずこれシルバートレイ、ラミアスの剣。へえ、俺にはあんまり関係ないんだけど、ドラゴンプロ、もう終わり、職業に
アトレックス。このバイキルトがな、もっとチケットユーザー認証時の職業にプラスされる。それじゃ続けていくよ。ディバインメイル、ソーレの鎧だ。プリース20でドルモアってことはさ、こっから先全部ドルモアってことかよ。さあ、これを今から何回見ることになるのかな。前回10回ぐらい見たぞこれ。手放しには喜べへんねんな。ケイオスエイド、この連続攻撃付与ってのがよくわからん。それじゃ続けていくわよ。この HP 回復は良さそうですね。最後にプレイヤーレベルチケット来た。ベロニカの杖、このメラガイアがどんぐらい出るかよな。ハンドラボックスじゃねえか。出た。モンバトル合体モンスターで弱いやつ。マシンに入れてね。これさ、賢さアップって書いてあるんだよな。敵全体やけどな。来た。リンネの盾、これやっぱ力アップじゃん。え、まあまあまあ、このここの2つはいいんだ。ここの2つが何連続するかよ。もう喜べへんぞ。こっからこっから被るぞ。するならこのままペットはここにあるが出てくるまでには少し時間がかかるから続けていくよ。聖剣好き、いくつ上がるかだよ。いくつ上がるか。だあ、オルゴの鎧だ。やっぱりめちゃくちゃ強いじゃないかよ、魔法攻撃。ゲレゲレ。来た。パパスだ。XP 回復か。インガの魔法耐性や。残念。もっとマシンに入れてね。もっとチケットを買いたい。来たぞ、スピーダーの盾。特大特大やもんな。じゃあ最後よ、ここに当てはまるわよ。さあ、いいわよ。ユーザー認証時の職業に入れてね。それじゃあ続けたよ。もう終わりにするなら、ただこのままボタン押せばいいわよ。来たぞ、バトルスケの AI のキングヒドラさん。買いたいの？それなら1万円が残り1000円に。さあ、まず1万の勝負出るか出ないか。無茶だ。ああ、ドレアムが遠のいた。もうこれをあと何枚見るんだろうか。ああだよ、金ならあんだよ、金なら。夢、右の攻撃が会心の一撃になるんだ。ああ、まだまだ先かな。アリーナだ。ガラクタンでな。ああ、まただよ、ほら。もう5枚目、もういい、もういい。2万も終わる。もうちょっとで2万も終わるよ。さあ、ベロニカ、これはね、欲しかったよ、自分は。あとドレアムだけ、もうね、あとドレアムだけ、あとね、コンプまでドレアムだけです。
あ、ついに3万円分です、これで。これで出るでしょうか。前回ゾーマ33,500円、3万で出るでしょうか。3万で出た勝ちやろ。前回のね、34,000円分入れときました。仮にこれ出てなかったら32,500円超えます。何つけてますか、本当に。もうなんすか、もう超えるよ、ゾーマ。ゾーマ超えちゃうよ。ゾーマ超えるよ。ゾーマ超えちゃうんやけど、金額が。何ですか、何なんすか、本当。ああもう35,000円だと。35,000円な、本当にマジすっごい、このゲームで。ねえ、何などうしたらいいんすか。うるさい、黙れ。見てよ、今からもね、下にぶっちゃけてますよ。行きますよ。ほれほれあー、ほんと見てよ、この量。ほらほら、もうほら、もうこんこれあんこれあもうこれこれ今度買いのやつだけでもこんなことだったの。ほらで、 Mチケットはご覧の通り全部コンプリートしてます。ね、他にも M チケットのね、かぶりとかはね、いっぱいありますけど、はい。まあ、かぶりこんな感じですね。じゃあ、L チケットの数をお見せします。L チケットの数はみんな知った方がいいやん。何枚に何個出るのかって、やっぱ聞きたいじゃないですか。いきますよ。1、2、3、4、あ、5、あ、6、はい、7、8、9、そして10枚目で、来ました。10枚もかかった。あのね、来ましたよ、金額お教えします。35,300円。本当にね、あのね、本当にあのさ、なんかね、途中からもうめまいしちゃったあのね、精神的負担がすごいの、やっぱり。こんだけさ、やっぱあるじゃないですか。こんだけ引くじゃないですか。やっぱりね、その、慣れとる人だったらいいんですけど、もともと。慣れてない人にはね、やっぱ精神的ダメージが大きいんですよ。でね、もう一つね、僕がこの動画に、込める思いっていうのは、やっぱりね、やっぱどっちかといえば、運営のやり方とか、その、動画とか見てる限りは子供向けに作ってるはずなんですよ、このゲーム。それでこういうの、ね、まあ、やっぱどれ、このね、究極を見な、子供の人たちだって欲しいじゃないですか、やっぱ。まあ、目をまず、やっぱ、引くじゃないですか。でも、やっぱ狙わん方がいいよっていうようなメッセージはちょっと残したいですよ、本当に。もう完全にこのね、運営の罠みたいなもんやから、もうね、狙っては引かん方がいいよっていう、子供の、もう本来、多分狙いにしてるであろう、ね、客層にはね。まあでも、もし、本当にね、まあ、ぶっちゃけ、初日ツイッター見ればわかるんですけど、桜が湧きまくってるんですけど、まあ、ぶっちゃけ言えば。はい、もう何なんですかね、あれは、と思ってるんですけど、まあ、そういう、もう仮に、その桜じゃなくても本当に出したんやったら、せめてちょっとね、その究極限は絶対に、もう使えるから、最後までやってほしいなって思います。もうで、ね、ギガレア出なくてやめる子供って、もう星の数ほどいるんですよ。もうギガレア出ないから、もう最終的にね、やらなくなったって子供いっぱいいますから、もし運よく手に入ったって人は、もう最後までやってほしいなって思います。それですね。はい。というわけでね、もう、途中からもうね、もう疲れやストレスがすごかったです、今回は。収録的に。
ああもう本当にね。というわけでまた次回の動画とか他の動画で会える日をね、ライブとかもやってますんで、その時に会える日を楽しみにしております。では今回これで失礼します。ありがとうございました。